こんにちは、 SJ です。今回は第87回みんなのサブスクになります。こちら2022年新作チューダーレンジャーのご紹介です。ミドルレンジで確固たるポジションを着実に築いているチューダー、今回はどんな任務レンジャーが待ってるのでしょうか。楽しみです。レビューの前にお時間を、もしこの動画がお役に立てましたらスーパーサンクスで応援してください。サンクスはすべてチャンネルの運営費用に充てられます。サンクス難しいようでしたらチャンネル登録だけでもお願いします。チャンネル登録、皆様へお届けするコンテンツのさらなる充実、継続的な更新、少しだけお力添えください。 This program is brought to you by Nao さん。この動画のチャプターはお手紙、サイズ感、スペック、タイムグラフ、リストショット、コオロギショット、マイソースになります。それでは行きましょう。レッツゴー。開けますと、ジャンとこのように美しいこのスウェード調、綺麗ですね。触ってもすごく優しいですよ。グニュグニュグニュっと。こんな感じです。それでは行きましょう。本体奥にありますね。セット完了です。それではお手紙、評論いただいておりますので左側読んでいきましょう。まずはこちらでドーンと。本体すごいですね。じゃあ読んでいきますね。タイトルがチューダーレンジャー2022とありますね。そしてレファレンスが79950と。そして本文に行きましょう。チューダーのヘリテージモデルレンジャーが突如復刻されたと。そうですね、突如復刻なんですね。はい、人気のあるモデルでヴィンテージ市場でも探されている人が多い、レンジャー当モデルはその2022モデルとされ、レンジャー2022などとも海外で呼称されていると。そうですね。14年モデルですか。そっくりなんですね、形が。ですので、うっかり間違えてポチってしまいそう。そして、良い点いきましょう。現代的なタフさを持っており、雨天や過酷な状況、かっこ対峙性能も生きる。でも、ストレスなく使える。そして、オールサテンによる道具感あふれる作り。新生チューダーが送り出したモデルの中でも特にツール感が強い仕立てである。そう、これ後ほどいきますよ。ツール感とっても強いんですよ。これ画面今静止画状態なのでこれだと伝わりにくいから締められません。よく噛むな、大丈夫かな。いきます。ブラックベイ58と同じ信頼性のある自社製ムーブメントを搭載と。これは MT5402 ですね。ノンデイトのモデルです。キャリバーです。そしてブラックウェイプロで採用された新型ブレスレットをここでも使っており、さらにリベットなし、バックルフラップの爪が改善され、これまでで最も使いやすい仕様となっていると。リューズの使いやすさはロレックス以上の印象もあると。いや、もうベタ褒めですね。そして、もう先に改善点を行きましょう。改善できる点といただきました。ここまでツールウォッチとして作られるなら、ラグ穴があっても良かったのではと。過去ストラップを交換しやすくなると。で、ブレスレットやストラップ2種などがラインナップされているが、多少価格が上がっても、最初から全てがパッケージされた売り方になることを望むと。ああ、もう全部セットでやってくれということですかね。エクスプローラーと比較されることに神経質な人には向かない。かっこ、そもそもチューダー自体が向かない。これはちょっとごめんなさい。頭が私あんまりよく弱くてですね。エクスプローラーと比較されることですね。比較をされてしまうことに神経質な人には向かないという解釈なのかな。間違っていたらごめんなさいね。で、そもそもチューダー自体が向かないとありますので、やっぱりそうかなと思うんですね。つまり、チューダーとロレックスはもう全く別物と考えないとということですよね。うん。もうチューダーはどちらかというともうこうチャレンジ、まあ内容自体もチャレンジですけれども、割とこう新しい市場とか新しいお客様、顧客層をターゲットにして、どん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 送り出していますので、いろいろ改善をこうどんどんすぐに重ねますよね。ですから先ほどの、まあ後ほどいきますが、こうバックルの爪が改善されと。うん、本当にそうなんですよね。ということで次行きましょう。そして夜光の焼けの演出は好みが分かれる部分ではないかということですね。今ちょっと割と画面だとどうですかね、より黄色めに映ってるかもしれませんが、ヴィンテージ加工というのがされているのでは、やや黄色に映るんですよね。まあ非常に美しいモデルで、これは立体感を持ってこう動かしてあげたりすると非常に分かりやすいのでいきますね。でまずはサイズ感いきましょう。幅、ここは39ミリ
幅となっています。 39mm ですから適切なサイズ感と言えますね。そして縦のラグトゥーラグ、ここが 47.4 となっています。 47.4mm ですから非常にコンパクト、手首に乗りやすい。そして厚みはセクネス 12.0mm ちょうどとなっています。 12.0mm ちょうど、こんな感じですね。今ここからここですから、このボックスサファイアクリスタル、ここを含んで 12.0 ですから、そうですね、これがやっぱり 1mm プラス 1.5mm ぐらいありますかね。ですので非常にケース自体は薄いと。そして重さはこれ今だいたい17センチぐらいの手首サイズかなと思いますけれども、 137g となっています。 137g 軽いですよ、十分ですね。防水は 100m 防水となっています。このあたりきっちりとこの数字をこうクリアしてきますよね。エクステリアの前にキャリバー行っときましょう。こちらはチューダーマニュファクチュールキャリバーの MT5402 ですね。そして、コスク認定のクロノメーターです。そしてこれ記載があったかどうか、クロノメーターさらに詰めていると言われていますね。ロレックスがマイナス2からプラス2ですけれども、こちらチューダーはマイナス2からプラス4でしたね。ギュッと実は詰められていると。そしてパワーリザーブは70時間となっています。外装は本当に美しくて、こちら3倍までアップにしまして頑張りますね。これはまずトップからいきましょう。ボックスサファイアクリスタルとなっています。このように美しいですね。このじわじわじわっとこうカービングされた感じ見えますよね。ギリギリ見なきゃいけないという時に非常に強さを発揮しますね。まずこの視認性にやられてしまいます。すごいです。そして、このダイヤルはマット仕上げになっていますね。サンドブラッシュまではいきませんが、そうですね、いわゆるマット仕上げと言っていいですね。この針はこのシルバーに光るタイプとなっていますね。とっても綺麗です。キラッと光るんですよね。そうですね、インデックス、各インデシーは12、3、6、9と大きな数字。そして大胆な、本当にこの例えば6をご覧ください。この6、このフォントすごいですね。非常に独特で、なおかつ見えやすいと、書体が使われていますね。そして上からチューダージュニーバーと入っていまして、レンジャーと下にシンプルに入っています。5分10分のインデックス、全部ですが、これは、縁取りがありませんので、非常にこうヴィンテージ感というか、クラシックな感じを出していますね。さっきからちょっとカーブしてるような感じにも見えますが、これはですね、カーブしてるかな、ちょっと今目で見てるんですが、ダイヤルはフラットっぽいですね。ですから、このボックスサファイアによってちょっとこう下がっているように見えてるというイメージでよろしいかなと。このオールサテンとおっしゃっていましたが、本当にサテン仕上げで統一されているんですね。非常に綺麗ですね。なるほど。そしてチューダーのバラのロゴ入っていますね。ここだけミラーポリッシュになってるんですよ。これがまたね、こう、うまく調合されていますね。ですから、まずボックスサファイアのこのカーブのあたり、このあたりがキラッと光りますよね。そして次にこの、ベゼルのちっちゃな細い部分がここわずかに光るんですよ。このオールサテンながらも、やっぱりこの高級感をすごく出してくる。やっぱりここですよ。このフラッシュフィット。非常に綺麗で緻密ですね。すごい仕上げですよ。ピタッと。どうやって外すのっていうぐらい。さらに仕上げを上げたなと。サテン仕上げ、ブラッシュ仕上げ、ツール感出てますよね。そしてこの3列ブレスのサイド部分、ここもブラッシュです。サテン仕上げですから、本当にオールサテン仕上げとなっているんですね。そしてじゃあブレスレットいきましょうか。ブレスレットはちょっとアップすぎるかな、3倍だと。
1.7 倍ぐらいまで下げました。はい、これ3列ブレスですね。もうこのあたりの美しさ、これ本当にロレックスそのものもという感じですが、まあロレックスと同じ、まあいわゆる会社といいますかね、財団ですけれども、ハンスビルソーザーズ財団、言えないここの財団に両方属していますので、まあお互いこういうノウハウ的なものは共有できるのかなと。ですからちょっとわずかにこう、曲がっていますよね、一コマずつが。であるので手首にちょうどぴったりとフィットしてくれると、非常に美しい。はい、そしてフィットといえばですね、この T フィットアジャストシステムですね、ブラックベイプロから採用されたこの T フィットシステムですね。ここ、いつもだったらこうちょっと三角にチューダーの縦マークのような感じで三角になっていますよね。そしてこの辺りが傷がついてたんですよ。ここは、ダブルセーフティのフォールディングクラスプとなっています。このように開きます。で開けるとやはりここもサテンなんですね。いやー、この工作精度ガチガチっと決まっていますね。こんな感じですね。そしてこのポチ見えますかね、白いポチ、これはセラミックボールとなっていますね。ですから軽く締まってくれるんですよ。そしてこの T フィットアジャストシステム、ここは何かと言いますと、ここバネがもう見えるかと思うんですけれども、今これ一番引き出された状態ですね。これがなんと、これちょっとグッと上げてカチカチ、これでもう調整できるわけですよ。こういう感じですね。こちら調整幅は8mm、今測りましたら 8mm と出ました。イージーリンクのような感じですけれども、より細かく調整ができると。このあたりツールウォッチですよね。素晴らしい。そしてここもビス止めのドライバー方式で非常に、使いやすい、調整しやすいモデルですよね。ピン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 じゃなくてピンでコンコンするタイプもあれですけれども、私はこちらの方が圧倒的にやっぱり、利便性が良いので好きですね。こちらブレスレットのサイズ感ですね。ここの、エンドリンク、エンドピースのところは 20mm 幅となっています。ベルトの替えは 20mm を選んでください。そして、裏の部分、手首の裏、ここが 16mm まで下がります。 16mm。 そしてこの大きなバックル、ここが 18mm となっています。20、16、18、今時の20、16、18、よく効くサイズですよね。操作性へ行っておきましょう。こちらまずリューズの直径は 7mm サイズですね。1、2、3、4、5、6、7、7回で開放です。ですから非常に操作しやすいと先ほどなおさんもおっしゃっていましたよね。このあたりよくわかります。そしてこれはノンデイトモデルですので、もうカチンと引っ張るだけでこのようにスッス、わー、さすが高級感ありますよ。1、1、1、1、1、25分ぐらいですかね、一回し。そんなに音がカチカチするわけでもなくてですね、巻き上げ、そうですね、あの手応え感がありつつも聞こえないですよね。そしてこのようにギューッと、こんな感じになっています。それではタイムグラフ行ってみましょう。タイムグラフです。今、5分から10分見ておりましたら少しこう揺れが あったんですが、今落ち着きまして0秒、プラス1秒パーデイ。そして振り角アンプリチュードは322度、ビートエラーが 0.1ms 出ていますね。そして、28,800 振動の1秒間に8振動タイプとなっています。今プラス1、だいたいこのぐらいですね。すごいですよね。精度落ち着いてきましたね。このパラパラ具合もなくなりました。なるほど、やっぱりこのぐらいの安定度はさすがだなと。でこれが装着精度においてもこのぐらい出るわけですから。はい、以上です。素晴らしい。リストショットです。18.0 の手首周りになります。こんな感じですね。手乗り感非常に良いですね。すごい、本当にぴったりフィットしてる感じです。いやー、これは美しいな。
いや、これだけの工作精度が高いというんですかね、意外とこう近くで見ますと角っこの切削部分、いわゆる切削、本当にズバッとエッジが立っていますね。でかといって別に怪我するとかそういうレベルのものではないんですけども、ザ・メンズ時計とこのガリッと感みたいな、ここのブレスレットのあたりの全然丸められてない感じですよ。まあ全然というと、普通のブレスレットよりも、かなりこうシャープに切り立っている感じ。やはりこのレンジャーという名前を称するだけに、もう男という感じですね。まあそうごちゃごちゃ言ってる間に見ていただいてるんですが、このようにすごいですよ。このマット感も、これ今光にちょうど当たっていますが、まるでそうですね、もう視認性がまず良いですね。素晴らしい。そしてこれは、ロレックスチューダーグループならではのこの、AR コーティングのなしですね。なしが、まあ、特徴でもあるんですけれども、オールサテンですがすごく映えますね。はい、よろしいでしょうかね。まあ裏のフィット言っときましょう。これはパチンとこれ1個外しますよね、このように。そしてここを持ってこんな感じです。ぴったりじゃないですか。そしてこれが軽いんですね。コトンコトンと今割とバチッと音をしましたが、フィットしますね。本当に T フィットですよ。素晴らしい。それではコールギショットいきましょう。今日もタイムラプスで20分程度見てみます。ですから皆さんにとっては20秒ぐらいですね。よーいスタート。プチッ。いやーすごかったですね。左のチューダーレンジャー、美しい夜光を使っています。こちら右はセイコーダイバーズ101ですけれども、ベンチマークとしていつも使っているんですけれども、この差はどのあたりにあるかと言いますと、例えばチューダーの場合は際先っぽとかですね、そのあたりまできちっと光らせていますね。そして対して、ダイバーズ、プロダイバーズの方は割ともやっとしてるんですよね。こうルミプライトはモリモリなんですけれども、ちょっと、まあ、画面からも伝わるかなと思うんですけど、ちょっともやっとしてるんですね。これピンボケではなくてそもそももやっとしてるんですよ。そのあたりにこうくっきりはっきりというこうヨーロッパらしい手法が見られますね。いい塗料を使っているとなという感じがもう見て取れますよね。マイソースです。いかがだったでしょうか。こちら総評いただいておりますので読んで仕上げていきましょう。普段気難しいヴィンテージや希少性の高い時計を使っていると、気軽に休日に身につけられる時計というものを待望するところがあると待ち望むですね。このレンジャーはその渇望ですねに 100% 応えてくれる傑作と言えるだろう。傑作です。しかもそれはヴィンテージピースの雰囲気をふんだんに持っていると、人気が出ないわけがないと締めくくっていただきました。ありがとうございます。本当にその通りですよね。こっちなおさんのコレクションの場合ですと、本当にヴィンテージであるとか希少性、要は何百万円する時計をたくさんお持ちなので、例えば壊れないかなとか、傷がいかないかなとか、そういうのを気にしなくてもいいという意味で、この例えば37万円のレンジャーは非常に気軽に休日に身につけられると。でそれは別にその何て言いますかね、上から下へ降りてくる価格帯の話というよりは、最新モデルであるがゆえの耐磁性、耐水性、耐衝撃性、まあいわゆるこう、まあ、プルーフですよね。プルーフ、耐えられるというところ、が
非常に、うん、まあ気楽で取れることもないだろうしという具合のイメージなのかなと思いますね。ですから例えば私などは普段いくらでしょうね、うん、まあ3000円とかの時計をつけていますと、37万円ですか、うん、100倍のお値段になるわけなんですが、そうすると値段だけを見るとうわ高いなと、そのなんて言いますかね、相対の比較になりますよね。まあその人にとっては絶対的な比較ですけれども、人と人と比べると相対的。そうなのでそういう意味で言うと、私が37万円の時計をするときにどうかと言いますと、いや確かにおちょっと気を使うなという面はあるかもしれませんが、そのイメージですよ、時計のこの例えばオールサテンの仕上げであったり、このいわゆる頑丈さですね、ロバストな感じ、これがその値段をこうギャップするわけですね、値段は割とするわけですよ、実は37万円定価、そして手に入りにくいですので平行点でも高いと。でただこの使いやすさというのはぐーっと気軽さをに下がっていくと、このギャップ感がこのレンジャーなのかなという感じですね。という意味で最初におっしゃっていたそのエクスプローラー、最新のエクスプローラーですね、もう100万超えてるようなそういうモデルとは比較の対象にはなりませんよと。ですからそういう比較対象にはないこの独自性とか独自のポジションを築いているこのチューダー、本当にすごいなと思いますね。そしてなおかつロレックスの技術も使いながらということですから、まあ確かにそのもう無敵ってちょっと今違う意味か、いわゆる本来の無敵ですね、敵がいないと、敵なし、うん、もう孤高の、存在と言っていいかなと思いますね。というわけで、この度は、なおさんどうもありがとうございます。そして皆様最後までご覧いただいてありがとうございます。もしこのご動画いやお役に立てましたら、スーパーサンクス、グッドボタン、それからチャンネル登録応援してください。ぜひぜひお願いいたします。この度はチューダーレンジャー2022についてお伝えしました。最新モデル良いですね、素晴らしい。はい、そしてなおさんどうもありがとうございます。それでは皆様、明日も明後日もいつまでもお元気で。